はいどうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠と申します。心機一転の気持ちと、いつも動画をご覧くださる視聴者様と LINE 読者様と今年はもっと仲良くなっていきたいと思い、ご挨拶が遅くなってしまいましたが、チャンネル立ち上げ以来初めて名乗らせていただきました。今後僕の公式 LINE にメッセージを送る際はぜひ気軽に呼んでいただけるととても嬉しいです。また今年は顔出しでも動画を公開していく予定ですので、もっともっと皆さんとコアな話をしたり仲良くなっていけたらと思います。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。うさぎ年らしく共に収入を飛躍的に上げていきましょう。今回の動画は今なお話題の草コイン芝コインの最新のファンダ情報と今後の購入タイミングを徹底解説していきます。さらに現在開発中の芝に関する最新のプラットフォーム情報も合わせて共有していきます。ビットコイン、イーサリアムといった主要通貨に肩を並べ、業界トップレベルの銘柄として人気が衰えることのない芝コインですが、現在開発中のプラットフォームが完成すれば価格に直結する特大級のファンダになることは確実と言っても過言ではありません。昨年のような50万倍という高騰まではいかなくても、例えば過去の同時コインのように100倍200倍とその程度の高騰は十二分に狙っていくことが可能です。2023年こそは草コインで一撃100倍以上の爆益を狙いたい。過去に強力なコインの先行者利益に乗れなかった、そんなあなたは今回の動画必ず最後までご覧ください。このチャンネルでは仮想通貨で送り人になるために必須の最新情報や利益に直結する情報を日々発信しています。直近では以前から共有していたアプトスが上場後100倍を達成、それ以外にも10倍以上に上昇した複数の銘柄を先行者利益発生前に共有しています。仮想通貨で大きな利益を手にするには情報の鮮度が必要不可欠です。そんな仮想通貨で特大の先行者利益を手に入れてセミリタイヤを狙いたい、そんなあなたはチャンネル登録をお願いいたします。重要な情報を逃さないようにチャンネル登録は外さないようにご注意ください。また僕の公式 LINE では動画にしないような限定情報を最速で発信しています。なかなか得ることのできないより深い仮想通貨情報を最速でゲットしたい、そんなあなたはこの動画の概要欄から公式 LINE の追加も合わせてお願いいたします。それでは本編に入ります。まずは芝コインについて知らない方向けに芝コインの詳細を簡単にお話ししていきます。芝コインは2020年の7月に発行された仮想通貨で、同時コインのミームコインといったものとして作成されたものになります。ミームコインというのはジョークで生み出されたネタコイン、そういったものです。時価総額ランキングは15位となっていて、ツイッターのフォロワーは現在360万人以上と非常に多くのユーザーを獲得しています。そしてそんな芝トークンには3種類ありまして、芝スワップ上でもメインのトークンとなっている芝トークン、そして別名同時キラーと呼ばれており、同時コインの価格と供給量と連動されるように設計をしているリーシュというコイン、そして保有量に応じて柴犬の今後のプロジェクトについて投票権を獲得することができるガバナンストークンと呼ばれている種類のボーンというトークン、この3種類のトークンがありますので、こちら覚えておいてください。草コインとしてはこのユーザー数と取引金額はそうそうありえないレベルの実績なんです。その要因としては仮想通貨業界で注目を集めるイーロン・マスク氏が注目していたことや、世界のインフルエンサーや著名人が反応したこと、大規模なプロジェクトが注目しているといったこともあって、2021年内だけで50万倍もの驚異的な上昇を見せました。そして芝コインはそんな大きな価格上昇を見せた後、2021年の7月6日に芝スワップという分散型取引所がリリースされました。芝スワップでは有名な DEX であるユニスワップやパンケーキスワップといったものと同様に仮想通貨の交換や預けるといったことが可能で、そこから報酬を得ていったり、ステーキングなどのサービスも同様に展開しています。そしてここ数ヶ月だとですね、世界でも第2位の取引所であった CEX である FTX が破綻してしまったといったこともですね、大きく影響して、世界中の多くの投資家の方は資金を CEX から DEX に移動させているという傾向が今非常に強く、
さらにそれに加えて今仮想通貨業界だけではなくツイッター関連のニュースでも非常に名前が上がってくるイーロン・マスクさんとのつながり、そしてシバスワップリリース以降の大きな価格上昇、そういったものが影響して今後も引き続き価格が伸び続ける可能性は非常に高いと考えています。そして次にそんなシバコインに関する最新のファンダ情報をお話ししていきます。重要な内容なのでぜひこの動画で覚えていってください。このシバコインはミームコインの一つなんですが、現在レイヤー2ブロックチェーンのシバリウムというプロジェクトを開発中という情報が入ってきています。レイヤー2のブロックチェーンというのはイーサリアム基盤のブロックチェーンのことで、イーサリアムのセキュリティ保証があるので信頼性が非常に高いです。イーサリアムなどのレイヤー1の仮想通貨の拡張機能のような仮想通貨がレイヤー2と呼ばれるものです。このレイヤー2と呼ばれるブロックチェーンが存在する最大の目的というのが、レイヤー1ブロックチェーンで問題視されているガス代の高騰、あとはトランザクション処理の遅延、そういった問題を解決するためにこのレイヤー2でブロックチェーンは存在しています。でこのレイヤー2のブロックチェーン、有名な銘柄だと DYDX やポリゴン、そういったものが該当します。そしてそんなレイヤー2のブロックチェーンの一つであるシバリウムは直近でさらなる最新情報を発表予定で、このプロジェクト次第では2023年初の特大ファンダになる可能性があります。ここまでの情報をもとにシバイヌコインの今後の価格の動向や価格上昇の見込みについてお話ししていきます。現在のシバコインと非常に近い状況であるポリゴン、この銘柄と比較してみると、このポリゴンに関してはバイナンスに上場後時価総額ランキングも10位前後に位置して、かなり高い価格をキープしている状況です。そして類似コインがそんな状況にある中で、今後シバリウムが完成していた後の価格上昇についてなんですが、すでにこのシバは時価総額ランキング15位に位置しているという点と、一度爆撃した後という状況、こちらを加味すると今年以降で利益を取りたい場合は10倍から20倍をマストに狙うのが最適です。そして先ほどお話ししていたファンダなどがうまくはまれば100倍以上も十分あり得てきます。なので購入の際は資金管理をしつつ購入していくことをお勧めします。今回のシバリウムの続報のファンダについては情報が出次第僕の公式 LINE や YouTube で最速で共有させていただきますので、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を今のうちに必ず追加しておいてください。それでは今回はイーロン・マスク氏も一目置いている草コインシバの最新情報と僕が思う今後の価格動向についてお話ししていきました。年々新たな草コインがいくつも誕生していますが、こういった新規銘柄は大量に存在します。仕込んでいく際には現状のトレンドにしっかりとハマっているのか、あとは根拠はしっかりしているのか、こういった点が非常に重要です。仮想通貨の運用で何か困ったことやわからないことが出てきましたら、僕の公式 LINE へ気軽にご質問ください。個別でバッチリお答えしていきます。また、動画内容以外で聞きたいことがあるという場合も、公式 LINE からご連絡いただけたら個別で対応させていただきます。まだまだ公開していない爆益を狙える情報がありますので、ぜひ公式 LINE から聞きたいことは何でもご質問ください。あなたに合った資産構築の方法を一緒に考えていきましょう。それでは今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。